渡辺孝一郎は、日本の実業家。第一生命ホールディングス代表取締役社長、同社代表取締役会長、日本経団連副会長、生命保健協会会長、文部科学省中央教育審議会会長等を、歴任。静岡県裾野市、須山の須山浅間神社の近くで生まれ育つ。1971年静岡県立沼津。 東高等学校卒業、剣道部出身。1976年、東北大学経済学部卒業、同年第一生命保険入社。1997年第一生命保険調査部長を経て、2001年4月企画、調査本部長兼企画第一部長就任。株式会社化の検討にあたって、ディスクロージャーの推進や海外 IR 活動を、 積極的に展開。2001年7月取締役企画、調査本部長兼企画第一部長、2004年常務執行役員、2007年取締役常務執行役員。2010年第一生命、保険代表取締役社長。2010年に、総合会社から株式会社に転換し、東京証券取引所に上場したのを機に社長に就任。 2010年、佐藤義夫の公認として、生命保険協会会長に就任。2011年生命保険協会理事。日本経団連審議委員会副議長なども歴任。2018年日本タバコ産業取締役。2019年文部科学省中央教育審議会会長。日本経団連副会長。2020年ホテル大倉取締役。 同年日本タバコ産業取締役を退任、人事院公務員研修所顧問なども務めた。2021年、第一生命保険特別調査役による詐欺事件発覚を受け、3ヶ月間、月額報酬50%の自主返納を発表。剣道は2段、空手は3段の腕前。ありがとうございます。